everyone, 皆さんこんにちは、カリです。I'm an English teacher and owner of the English community called Courage. 英語のオンラインサロン、カレッジを運営しているゆかりです。突然ですが、皆さん、悩みありますか？英語に関してでも、英語に関してじゃなくても悩んでいること何かありますか？私はですね、実は最近悩みがありません。なくなりました。そんな私が今日は皆さんに悩みをなくす方法をお伝えします。絶対に皆さんどなたでも今すぐできる方法です。紙とペンがあったらいいかなと思いますので、ぜひご用意してこの動画見ていただけたらと思います。悩みがなくなる方法は、Don't think with why. Think with how. Why で考えるのではなく、How で考える。これが悩みをなくすための方法です。どういうことかっていうと、悩むっていう言葉を辞書で引くと、結果が出せなくて苦しむ、思い煩うっていう風に出てきます。で、悩むっていうことは、要するに答えがないことに対してずっと考えている行為のことを言うんですね。答えが出ないことをずっと考えているから苦しい。で、なんでこうなるのか、なんで答えのないことにずっと思い悩んでしまうのかっていうと、Why? で自分に問いかけているからです。Why I can't speak English well? なんで私英語がうまく話せないんだろう ?Why I can't understand English? なんで英語がこんなわからないんだろう ?Why I can't try something new? なんで新しいことに挑戦できないんだろう ?Why I can't even do such an easy thing? なんでこんな簡単なこともできないんだろう ?Why I can't do the thing that everyone can? なんでみんなができてるのに私はできないんだろう。こういうふうに Why で自分に問いかけると、結果的に自分には能力がないからだとか、私には英語の才能がないからだ、英語を学ぶには遅すぎるんだ、私はダメな人間なんだっていうふうにどん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 落ちていくんですよね。じゃあなぜ私が最近悩まなくなったのかっていうと、 How?で自分に問いかけているからです。例えば私はなぜ英語がうまくいかないんだろう、話せないんだろうっていうのをなぜを変えて How にする。どうやったらじゃあ私は英語が話せるようになるんだろう。これだとちゃんとアクションが見えてきますよね。どうやったらいいんだろう、じゃあその方法を調べよう、探ろう、これは自分に合いそうだ、やってみようっていうふうに行動に伝わってきますよね。なんで私は勇気を出して新しいことに挑戦できないんだろうって Why で聞くのではなくて、じゃあビビリな私がどうやったら挑戦できるだろう、すごいちっちゃなステップだったらできるかもしれないっていう風に考えていける。なんでこんな簡単なことやみんなができていることができないんだろう。Why で聞くともう自己嫌悪しかないですよね。でも How で聞いたら、こんな私でもできることがあるかもしれない、それは何だろうとか、もしかしたらみんなにできないけれども私にはできることはあるかもしれない、それは何だろうとかね、こうポジティブな感じで探せるようになるんですよ。例えば私の場合はオンラインサロン、英語のオンラインサロンを運営しています。今メンバーは150人ほどなんですが、私はこのサロンを大きくして英語に苦しむ日本人をゼロにしたいっていう目標があります。だから150人っていうのは私にとってはまだまだ小さな数値で、もっと1000人1万人っていう風に増やしていきたいんですよね。でこの目標に対しての小さい数字、150人っていうまだまだ小さいなと思う数字を Y で考えたとしたら、なんで私は150人しか集められないんだろうとか、 Why aren't people interested in my salon? Is this because my salon is not attractive? Or I'm incapable of attracting people? もうそういう風に落ち込むしかなくなっちゃうんですよね、 Why でそれが言えると。でも How で考えたらどうなるかっていうと、 How can I draw people's attention to my salon? どうやったら人の注目を私のサロンに集められるだろう。Maybe I can make more attractive contents. コンテンツを充実させたらいいかもしれない。Or I can make more YouTube videos to advertise it. もしかしたら広告のためにもっと YouTube のビデオを作ることができるかもしれない。っていうふうに How で考えると具体的なアクションに落とし込むことができるんです。そして実際に行動することによってフィードバックが返ってきて、あ、この方法はちょっと違ってたな、修正してみようとかね、この方法は良かったな、続けていこうっていうふうに軌道修正をしながら続けていくことができる。だからもう悩みが悩みじゃなくなるんですよ。さっき見た通り、悩みっていうのは答えが出ないことに対して思い悩むことですよね。で、How で聞くと答えが出るんですよね。やることが見えてくるから思い悩まなくて済むんですよ。つまり悩みが悩みにならない。だから私が言う悩みがないっていうのは、ああもう最高、全部最高、幸せっていうことじゃなくって、改善すべき点があったとしてもそれに対して行動していける。だから思い悩まなくて済むっていう意味なんです。So when you have something on your mind, just ask yourself with how.Not with why. It'll be so helpful if you write down all your anxiety, worries, or problems. Then write how you can change the situation. What can you do about it? ちっちゃいことでも行動するっていうことがめちゃめちゃ大事なので、その行動した時点でもうそれは悩みじゃなくなっているからですね。なので、必ず行動に変えてください。という感じでね、こんな風に偉そうなことを言ってますが、この How と Why の考え方は、私が最近読んだビリギャルで有名なビリギャルの映画になった本を書かれた坪田信孝さんの才能の正体という本の中でこのコンセプトを知りました。
私のセカンドチャンネルでも紹介していて、すごいおすすめの本なので、ぜひ概要欄にリンク貼っておきますので、興味ある方は読んでみてください。この本の Why と How のところを読んだときに、自分と重ね合わせてみたんですね。最近、そういえば悩んでないなと思って。で、なんでかなと思ったら、この How の思考が自動的にできるようになってたんですね。私も前は Why で自分に問いかけがちでした。それで落ち込んで、で結局なんかこうやる気がなくなってやめちゃう、行動しないみたいなことを繰り返していました。でもね、今は Why に問いかけることがなくて How の問いかけをすることができるんですよね。で、なんでかな、なんで私はこの本を読む前に自動的にそういう風になれたのかなって考えてみたら、覚悟をね決めたからだなって思います。例えば私は今オンラインサロンに注力していくためにですね、私のメインビジネスである英会話スクールのマンツーマンレッスンを生徒さんにお伝えしてですね、9月いっぱいで辞める決断をしました。ざっくり言って収入が半減するわけですよね。サロンも別にそこまでものすごいいっぱい人がいるわけじゃないので、しかも始まったばかりで安定してるわけではないので、これからどうなっていくのかわからない中でメインのビジネスを切るっていう行為をしたわけですね。そうすることによって覚悟が入ってる、決まってるんですよ。やっぱり覚悟決まると行動するしかないですよね。そういう状況になるとどうなるかっていうと、悩んでる暇がないというか、悩んでる暇があったら勉強して新しいことを試してみる、悩んでる暇があったら他の人からいいところを盗んでやってみるっていうのをもうやり続けるしかないんですよね。私は結構性格的に0か100かみたいなところがあって、やると決めたらめっちゃやる、で燃え尽きてたタイプなんですよ昔は。まあそれが年齢を重ねてちゃんとコントロールできるようになってきたんですが、もともとそういうタイプなので、結構やるぞってなったらうおーってやるタイプなんですよね。でもやらないって言ったらもう何もやらないみたいな感じなんですけど、だから私の方法、この覚悟を決めるためにメインの収入を切るとかね、全然おすすめしないし真似しないでほしいんですが、でも覚悟を決めるっていうのはですね、本当に大事だなと思います。その覚悟って何なのかっていうと、自分の人生を生きるっていう覚悟ですね。独立するとか成功するとかそういう覚悟じゃなくて、どんな人生になっても自分が責任を取るっていう覚悟ですね。そしてやりたくないことをやめてやりたいことをやっていく覚悟、誰にも支配されずに誰の言いなりにもならずに自分の判断で自分の人生を決めていくっていう覚悟、結構ね勇気はいるんですが、めちゃめちゃ最高です。一言で言ってそういう人生はね、ぜひ皆さん自分自身の人生を生きる覚悟を決めてですね、ハウで問いかけて行動に移していってください。Alright, thank you so much for watching. 今日も見てくださってありがとうございました。オンラインサロンではですね、ジャパングリッシュがとうとう始動しました。ジャパングリッシュって何かっていうと、最近私が動画で何度もお伝えしているように、日本人の基準となる英語ですね。ネイティブがね、山頂にいるとしたら、まあ、そこを目指していくのってかなりきついですよね。まあ、10年ぐらいかかるんじゃないかなと思います。本当にネイティブにすごい近づくとしたらね。なんだけど、これが日本人の基準だよね。ここまでたどり着いたら、もう世界の人とコミュニケーション取れるよね。これが日本人の英語って言っていいよねっていう基準をですね、サロンのメンバーさんたちと一緒に作っています。そしてジャパングリッシュではですね、使う文法、時制、単語、すべて限定します。この限られた言葉の中で、時制の中で、文法の中で言いたいことをすべて言えるようになる練習をしていきます。それでですね、最初、時制に関してこれだけ覚えれば OK だよっていうものをサロン内でリリースしました。これからですね、どうやって知っている単語だけで言いたいことを言えるようになるかっていう練習もリリースしていく予定ですので、興味のある方は概要欄のリンクから見てみてください。 Alright, that's it for today. では皆さんまた次回お会いしましょう。バイ。